本日紹介する iPhone のケースはこちらになります。ん？青い。これね、青いでしょ、うん、もうこれ若干色が変わってるんだけど、名前はカメレオンケースっていう。カメレオンって、うん、自分の色ってその場所によって変えるじゃん。紫外線の光とかで色が変わるというケースなんですよ、うん、今サイドとその後ろの背面、うん、もう色が違いますね。もう持ってるから違うでしょ、うん、ちょっと今ね太陽が出てるんで、じゃあちょっとカメラさん後ろ下がってもらって、はい、よいしょよいしょと下がってもらって見ててください。僕はこうやって手を置きますよ。あ、じゃあ2本指にしようかな。手を置きますよ、はい、でこうやって太陽にこうやって当てるじゃないですか、うんうんうん、いっぱいいろんな紫外線受けるじゃないですか、うん、ガーッと受けるじゃないですか、やばい超変わってる。見るとほら、うわすごい、すごいでしょすごいこれ本当に。これなんか面白いよね、うん、なんかね話のネタとかにもなるケースです。なんか持って iPhone 触ってて手持ち替えたりとかした瞬間に模様になってるんですよね、うん、きっと ね電話した後とかなんかこんなんだったら怖いよねまあ色が変わるっていうことなんですけど、これ蓄光、要は光を貯めておくことができるんですね、ということで明るいところから暗いところに持っていった時に光るんですよ。おだから例えば夜寝る時に、うん、あのスポットライトとかこうやって当てておいて電気を寝る前に消します、はい、そうすると明るいんで iPhone がどこにあるかっていうのが探しやすかったりとか、うん、そういう特徴があるんですね。だからただ色が変わるだけじゃないっていうね、このカメレオンケース、すごい面白いよね。いやね、俺もね持ってみてどん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 色変わるからさ、うん、面白いです。撮ってるそばから色くる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 変わりますもん ね面白いよね。あの、うん、ユニークなケースが欲しいっていう方だったりね、なんか光って iPhone を探したいなっていう方はちょっとチェックしてみてください。面白いです。